どうも、正しいです。今回はですね、いつもと同じ川にガサガサに来ております。で、今日のポイントはですね、いつもの最上流よりさらに上ですね、さらに上にある水路に来ているんですが、ここにはですね、天敵がいないのか、すごい数のカラヤシが優雅に泳いでるんですよね。ね、ホテアオイがすごいんだよね、ここすごい量のホテアオイだ。ホテアオイの下にめっちゃおるな、カラヤシ。これがメダカだったら嬉しいんだけど、ここからもう見えねえよ。この草はオオフサモかな。オオフサモっていう特定外来生物に指定されている水草だね。ここから一面全部オオフサモ。はい、お次はこちらですね。いつも僕がカメを取っている一番上流のポイントですね。さっきのポイントはこの先ですね。上からざっと見てもカメは確認できないですね。その代わりめちゃくちゃ魚が溜まってます。よいしょ、すごいよここ。てかね、全然逃げない、カタヤシは。おだうわ、すーげえ、やべ、一撃ですげえ量取れた。やばいやばいやばい、この数やばい、えぐいえぐいえぐい。全部カタヤシだよこれ。はい、こちらカタヤシですね。北米原産の特定外来生物に指定されている魚ですね。カタヤシは日本のメダカと違って卵を産むんじゃなくて卵胎生で、お腹の中でも孵化した稚魚をそのまま産むっていう。なのでね、水草とかなくてもね、繁殖することができるんですよ。えげつない量が取れました。他の魚混じってないよ、すごくない？よいしょ、よっよっ、ほらほらほら、ナマズが入ったカレーしとってたらナマズが網に入ってきました。こちら日本ナマズですね。こちら在来の魚ですね。こちら在来の魚となっております。ナマズはね、逃がそうかね。えげつねえこの数、2回目でこれ。はいはい、ミシシッピアカミミガメ。よいしょ。はい。はい。2匹目。はい、こちらミシシッピアカミミガメですね。来年の6月から条件付き特定外来生物に指定される外来種のカメとなります。橋の下で2匹取ることができました。でですね、この小さい方、拳サイズの小さい方は逃がそうと思います。で、その理由がですね、この川至る所に特定外来生物に指定されている水草がめちゃくちゃ生えてまして、このミシシッピを全部駆逐してしまうと特定外来生物の水草が一気に増殖する可能性があるんですね。っていうのも、このミシシッピっていうのは雑食なんですけども、多分ね、在来の水草だけじゃなくて外来種の水草も食べてくれていると思うんですよ。繁殖がまだ不可能なサイズのカメに関してはこれからは逃がそうと思います。大きくなったら僕がまた取って駆除すればいいだけなんで、これぐらいのサイズはね、逃がしたいと思います。で、もう一匹、こちらですね、クサガメとなります。このサイズのクサガメ捕まえるのは初めてですね。あんまりこの川クサガメいないんですが、やっぱこのサイズがいるっていうことは繁殖してるって証ですよね。クサガメはですね、日本イシガメと交雑する可能性がありますので、このサイズがね、小さくても大きくてもクサガメは駆除いたします。うわー、お、うわー、はい、こちらフナですね。日本を含むユーラシア大陸に分布する在来種の魚となります。
コウに似てますが、ヒゲがねないのが特徴ですね。でね、今ゲンゴロウブナやヘラブナとのね交雑問題で遺伝子汚染が進んでいるのがこのフナのね現状となります。はい、こちら大陸バラタナゴという魚です。中国原産の外来種の魚となります。日本バラタナゴとね交雑してしまっていて、遺伝子汚染が問題になっています。この川にいるタナゴはね全てこの大陸バラタナゴですね。はい、こちらはモツゴという在来種の魚となります。関東ではねモツゴとか、まあ、クチボソとかね呼ばれる種類ですね。うわー、魚すっげー、ここも溜まってる。あ、これはなかなかまたいいカメを発見したよ。はい、こちら日本イシガメ、日本固有種の在来種のカメとなります。最近ねミシシッピが減って、やっぱね日本イシガメとの遭遇率がね上がってきた。この川で4匹目5匹目かな、ちょっとお顔を出してほしいんですが、完全にビビって隠れちゃってますね。在来のイシガメなので逃がしたいと思います。よいしょ。あれ、クサガメがいない。やっぱいるね、ここ。おっしゃー、追いカワゲット。はい、こちらの魚はですね追いカワという在来種です。体長最大15センチほどになりまして、繁殖期になるとねオスがとても綺麗な色になります。この個体はオスかな、でもっとね色鮮やかになるはずなんですよ。で僕がね日本淡水魚の中でね一番好きな魚となります。いた、多分さっきのやつだと思うけど。クサガメ見っけ。おお、クサガメ全身真っ黒骨化個体。りょうちゃんがね全身真っ黒の骨化個体のクサガメが飼育したいって言ってたんで、これこいつちょうどいいかもしれないな、サイズ的にも。これ持ち帰りたいと思います。あれ、うなぎだ。うなぎゲット。なかなかのサイズのうなぎを今トンネルの中で捕まえたんですけど、傷まみれですね。この川結構傷が多い魚が多いんですよ。どうしてこうなっちゃったのか。カメいました。ちょっと両手下がってるんで足で踏んじゃってるんですけどね。よっこいしょ、よいしょ。なかなかのサイズのミシシッピ赤ミミガメ、メスですね。はい、ということで今回のガサガサの結果はこちら、ミシシッピ赤ミミガメ2匹とクサガメですね、クサガメ2匹捕獲することができました。それとですね、カダヤシと大陸バラタナゴ、この量やばくない？これ今までで一番、この数えつない、気持ち悪い。でですね、この2匹のミシシッピアカミミガメは畑の肥料にいたします。こっちのクサガメは畑の肥料、同じで畑の肥料にして、こっちですね、こっちの骨化個体のクサガメはりょうちゃんがね飼育したいって言ってたので、欲しいといえば飼育してもらおうと思います。でこの大量のカダヤシなんですけども、うちで飼っているカメの餌にしたいと思います。今回このポイント1ヶ月半か2ヶ月ぶりぐらいに来たんですけども、大型のカメはもういないですね。これぐらい小さなカメばっかりになってますね。だいぶ僕が駆除した効果が出ているんじゃないでしょうか。ということでですね、今回のガサガサは以上となります。ご視聴ありがとうございました。